本当にそんなことあるんかいっていうようなことなんですけど、ただ実際にこうあった話なんですね。皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナーウェルスソリューションズ代表の瀬国地です。この動画チャンネルでは資産運用に関する様々な情報を発信しております。今回の動画のテーマは、ベンチャー投資に成功して100万円が2億円になった医師、投資家シリーズナンバー3といった内容でお届けしたいと思います。実際にですね、私がお会いしてきた投資家や富裕層の方をご紹介するこの投資家シリーズ、3人目の方なんですけれども、この方はお医者様なんですけれども、珍しくですね、ベンチャー投資をたまたましていて、でそれが成功して、資産が2億円に気づいたようになってましたっていうこう方で、結構医師の方で珍しいんでですね、ぜひちょっとご紹介できればと思いまして、本日お話しさせていただきます。はい、ではポイントをですね、絞って、ご説明していきたいと思います。はい、この方はですね、起業するというですね、友人の方から、出資をお願い、されたんですね。はい、ある日、出資をお願いされましたと。で、その時の条件がですね、その会社の価値1億円で、会社の全体として1億円で、100万円を出資すると、そういうことに落ち着きましたと。なので、その会社の株をですね、全体の 1% もらう形ですね。で、出資して、まあ、増資っていう形ですけど、お金を出しましたと。その会社の株を 1% 持ってるってことですね。はい。で、その、医師の方もですね、そこまで、期待してなかったみたいなんですけど、まあ、100万ぐらいだったら友人だしいいかっていうことで、投資したわけですね。で、まあ、その会社は順調にですね、成長しまして、なんと7年後にですね、上場するんですね。上場して、時価総額が、大体200億円ぐらいに、成長しましたと。で、その方がで、医師の方が持ってた株式がどうなったかっていうと、企業価値1億円が200億円ですか。まあ、200倍になったってことですね。その会社の株、最初の100万円が、これも200倍になったっていうことで、なんと2億円にですね、成長したということで、本当にそんなことあるんかい。っていうようなことなんですけど、ただ実際にこうあった話なんですね。で、この方成功した、まあ、秘訣ではないんですけども、まあ、この方がですね、なぜみんなこうできる投資、可能性はもちろんあるんですけども、この方が、引き当てたですね、理由はもちろんあります。で、この方が、かなり専門的なですね、分野で、その医学を学ばれていた、すごくこう、何て言うんですか、希少価値が高い、医療の分野で、専門性があったんでですね、で、この会社は、その方の専門的な意見を聞きたいとか、あと、経営にも、力を貸してほしいとか、サポートしてほしいとか、顧問的な役割をしてほしいとか、この会社、友人の会社からしても、その医師の方に、お願いしたいことが、いろいろあったので、投資してほしいということになったわけですね。これがこの友人のですね、会社のビジネスと全く関係なくて、専門性もこう役に立つような分野ではないということであるとすると、出資してくれという話にならなかった可能性は高いので、この医師の方と友人の方の関係性とか、そういう磨かれていた元々の専門性とその会社の相性とかが、今回バッチリあったので、出資に至って成功して2億円の資産を100万円元手にですね、築いたっていうことなので、まあ、特別な事例であるんですけど、まあ、誰にでもですね、あり得る話ではありますので、友人の方から起業するので出資をお願いされてもですね、まあ、無限に、するのではなくて、まあ、一旦こう検討して、その会社の成長性であったりとか、あと自分がこう投資する意味とかですね、会社の出資を受ける側のメリットとか、そういうのまで考えた上で、検討してもいいのではないかなというふうに思いました。はい。はい。そういったところで、本日は、ベンチャー投資に成功して100万円が有名になった、医師、投資家シリーズ、ナンバー3ということで、本日はお話をさせていただきました。今回の動画が参考になったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。